はい、こんばんは。この動画はピンポイント講座参加関数のグラフの7回目です。で、今回はグラフの変形の3回目ですね。1回目は何してやったっけな。1回目は対称移動の前だからちょっと思い出せない。拡大縮小やりました。その次に対称移動で、今回は平行移動っていうのやってみます。はい、で、今回はね、全然簡単です。で、まあ前回、前々回に引き続き、この移動とかね、拡大縮小が関数の形にどんな影響が出るのかっていうのを見てきたんですね。言ってること分かりますか？この移動とか、この変換が形としてどう現れるかっていうのを見てきたんですね。で、今回はね、具体的に例題を読みながら考えていくんですけども、まずね、y イコール 2x について考えていきましょう。1次関数ですね。で、その対称移動には2種類あって、x 軸方向の対称移動。っていうのと、y 軸方向の対称移動と2種類あるというのを覚えてください。ということで、まず問1からいきましょう。x 軸方向に2だけ平行移動したグラフを書けということです。で、まず、元となるグラフを書いていきたいと思います。はい。適当に座標を取って、まず元となる y イコール 2x のグラフを書きましょう。y イコール 2x のグラフは、こんな感じですね。で、これを、今問いは、x 軸方向に2だけ平行移動せよと言ってるんですね。で、まあ、ちょっと平行移動の意味を言ってなかったので、ちょっと説明したいんですけど、まあ、そのままですね、x 軸方向、まあ、ここはちょっと詳しく言うんだったら、x 軸の正の方向にとか言いますね。正の方向。正の方向にとか言う。つけたりします。ちょっと汚い。でもまあ別に正の方向に入ってなかったら基本的には正の方向です。矢印の方向ね。に、2だけ平行移動ってことは、まあ、原点があって、例えば、1-2マイナス1ってあったとしたら、これを2だけ右にずらしなさいって言うんです。まあ、わかりますよね。2だけ平行移動なんで、要するにこう、1、2、ここだなっていう全部パッとずらすんですね。書けますよね、グラフ。簡単ですよね。だから、こんな感じかな。こんな感じ。だから全部平行にスライド、2だけピッチスライド、つまりここは2。こんな感じです。で、このグラフのじゃあ式をね、考えたいんだけど、どうなってるかって言ったら、y イコール。傾きはいいですよね、2x。平行移動で傾きは変わりません、当たり前。ね、こう、こんなんしてないからね、2x。で、もうこの y 切片が分かったらいいんだけど、まあ、ここでね、3,2 っての通るっていうの分かってるから、プラス、3,2 やから、プラスマイナス、4かな ?4。3、2、4ですね。そんな感じだ、ここ4。やってること分かりましたね。あの傾きは分かってるんで、通る点さえ分かれば式できます。こんな感じ。これが、X 軸方向にプラス2だけ平行移動しましたね。OK でしょうか。じゃあ次ね、2番。2番は、今度ね、y 軸に、マイナス1だけ平行移動してみたいと思います。はい。ただ、どうなるかって見ていきたいんですけど、言ってることはね、ほとんど言葉を変換して考えておいて、今度は、こういうスライドだったのは、こういうスライドに変わる。y 軸方向に。で、y 軸方向の正の方向に、マイナス1だけ平行移動だから、負の方向に1だけ行けってことですよね。大丈夫ですか？負の方向にマイナス1だけ行けばいいんだから、今ここ0、0っていうのが1だけ動いて、こう行くと。こうやったのがここに行くと。こうやったのがここに行くと。というふうに1だけダウンします。とどうなるかっていうと、こんな感じですよね。で、ここがマイナス1。イメージでいきますか。Y 軸方向にマイナス1だけ平行移動。1だけ下げた感じね。で、どうなるかっていうと、式を書くと、まず 2x っていうのは変わりません。
で、もう明らかにステップマイナスしたからこうでしょ。なのでこの Y 軸にマイナスしたけど、はい。そしたらね、このグラフの移動っていうのが関数の形に与える影響を、ね、今から考えてきてるんですけども、まずさっきから言ってますが、傾きは絶対変わりません。イメージいきますね。スライドしてるだけだから傾きは絶対変わらない。で、変わってるのはこの場合だったら切片ですよね。切片が変わってて、これどういうふうに変形してるのかちょっと見ていきたいなと思います。はい。そしたらこっちに行きましょうか。でまずこの1番の方向を考えていきたいんだけど、まず元となるのは y イコール2ストライド。で、こっから2だけ平行移動すると y イコール 2x マイナス4になると。で、これは x 軸方向に2だけ平行移動したものだと思うんだけど、これどういうふうに考えたらいいかというと、まあ、ここねちょっと答え言っちゃう形になりますが、こうやればいいですね。まず、ここに書こうか。X っていうのを変換します。何に変換するかっていうと、X2 に変えるんですね。まあ、合ってることを見てみると、Y イコール 2X のところの X に X に入れると、こうなる。で、整理すると、こうなるんですね。これと一緒。てな感じでいくんですよ。つまり、だから、これ、X を X2 に変えられるわけで、この2っていうのはどこから来てるかっていうと、この2だと。ってことです。OK。OK ですか？ちょっとこの Y 軸の方向もやっとけばちょっと分かりやすいからやりますが、はい、Y 軸方向、ちょっと変えます。2 A だけ、じゃあこっちは B にしましょう。で、X 軸方向に A だけ平行移動するっていうのはどういう変換をするかっていうと、 X に X-A を入れたいんですよっていうことでした。で、今度 Y のバージョンはさっき言っちゃいますが、まあ一緒です。こうしなさいよってことです。あ、これ B。 僕筆記体で B 書くんで、だからそもそも X をこう書くのってなんか珍しいみたいで、 X ですからよろしくお願いします。はい。今さらなんかこれ気に食わないんですよね。なんか気に食わないんですよ。どうでもいいんですけど、はい。でもなんか正直こっちの方が僕はいいと思います。なんかもうそう、いろいろあるんで、高校内では大丈夫ですけど、なんかいろいろあるんで大学行ったらこっちの方がいいと思います。なんでこう書き始めたのかなって今思ったけど、なんででしょうね。なんかかっこいい感じですかね。なんかこっちの方がぽくないですか。あ、わざわざ多分筆記体でなんかこう、なんかこう続いてて、なんか X ってなってこうなって最後にこうみたいなで多分なってるんで、どうでもいいですね。次、Y 軸方向の平行移動を考えたいんですけど、まずベースになるのが 2X で、これを何したいかというと、Y 軸方向にマイナス1だけ平行移動したいと。次に、もうこういう動作をすれば、こういう変換をすればいいので、まず Y にマイナスマイナス1ですね。大丈夫、ここ。マイナス B だから、マイナスマイナス1。あとは全部一緒。すると、整理すると、こうプラス1になって、それを移行するから、こうなりますね。だから、これで一致すると。合ってたなと。これと一致して合ってましたってことですね。そうです。だからこれで合ってます。はい。ってな感じでした。ちょっと復習しておくと、X 軸方向にプラス A で、A だけ平行移動したかったら、X のところにマイナス A 入れたいんですよ。で、Y 軸方向に B だけ平行移動したかったら、Y のところに Y-B を入れなさい。こうやったらできます。はい。まあ、1個だけやったんで、まあ、もう1個の例をね、ちょっとやってみたいと思います。はい。もう1個の例は、この2次関数ですね。一般的な Y イコール X2 乗っていうのでやってみたいと思います。
ただまずグラフを書きますが、まず一般的な y イコール x の2乗を書きます。y イコール、いいですかね。これを、じゃあ、カッコ1番ね、x 軸方向に2だけ平行移動してくださいと。ということは、これを今ここ0だったのが、2移動するんですね。どうですか ?2 だから、このグラフがあんまりなんか よくないな。あんまりよくないけど。まあいいでしょう。ちょっと、スケールがね、スケールがあれだけどね。ちょっと許してください。許してね、許してください。はい、で、この2だけ平行移動するってことは、ここの点が、1、2と、ここに来るなと。で、ここの点が、1、2と、ここに来るなと。全部2。ここの点が1、2とこれですね。だから、こことこことこことあるから、イメージとしては、こうなって、こんな感じ。ね。こう、ビーッと移動した感じね。で、書きます。で、この式は、書きますよね。y イコール、頂点が2だから、y マイナス2の2ですね。で、もちろん、ここの係数、このどんだけとんがってるかって表す2次の係数は変わりません。平行移動とかね。さっきの傾きが変わらなかったっていうのと根本的に一緒のことで。こんな感じです。で次、2番。2番は、y 軸方向にマイナス1だけ平行移動。今度は y 軸方向にマイナス1だけ平行移動だから、こう動くんだけど、マイナス1だから、1個下がるって言うんですね。1個下がるって言うと、どうやるかっていうと、ここの点が1下がって、ここに行くと。ここの点が1下がってここに行くと。で、ここはここに行く。こことここでここを通る感じだから、難しいなぁ。こうなって、こうですかね。こんな感じ。この式はどうなのかっていうと、頂点が0マイナス1なので、y イコール x の2乗で、切片がマイナス1。こんな感じです。いいでしょうか。はい。これが、さっきのこのね、法則を満たしてるかどうかっていうのをチェックしていきたいんですけども、じゃまず x 軸方向の平行移動の1番の方を見ていくと、はい、プラス2だけ平行移動するので、これに、x のところを x マイナス2に変換します。ね、こう変えました。a イコール2の場合ね。で、これ、あ、もうできましたね。面白くない。できました。合ってました。はい、そうですね。なんか面白くない。次ね、次 y 軸方向です。y 軸方向は、マイナス1だけ平行移動だったんで、y を y マイナスマイナス1に変えるから、y マイナスマイナス1に変えて、で、これ整理すると、こうですね。なので、合ってました。こういうことです。だから、x 軸方向に平行したかったら、x を x マイナス2に変えて、y だったら y をマイナス y マイナス b に変えれば平行移動できるっていうことでしたね。はい。いいですかね。で、これは、まあ、覚え方としては、なんか、プラスだけ平行移動したいのに、マイナス入れるのか、なんでね、なるかもしれないんですけど、これはね、まあ、深く考えると結構ね、僕の高校時代はなんでねと思いつつも適当に覚えてましたが、これは、よく考えたら、わかることで、なんていうか、なんだろう、こう、イメージとしてはね、これ結構難しい話になるかもしれないんだけど、この軸を、例えば、x 軸方向に a だけ平行移動するってことは、この、今座標の立場に立ったら、このグラフが右に行きましたねっていう、ね、自分が座標の立場だったらね、右に行ったねって話なんだけど、こう自分がグラフの立場になっていったら、座標が左に動いたっていうふうに思える。わかる？今、自分がグラフになったとして、これが今白いのを黄色に移ったと。で、座標の軸から見たら、グラフが右に行ったんだなと思うんだけど、自分がグラフ方位に考えたら、軸が勝手に左に行ったなっていうふうに言われますよね。だから、軸がマイナス A 方向に動いてるっていうふうに思うと、これは、この変数の変換はうまく理解できるかなって、個人的には思ってます。ちょっとややこしくなっちゃったかな。はい、そんな感じです。
まあでも実際にこの A をね代入すればね、その場合の値を見ればすぐ分かるので、はい、覚えてください。深入れしないとこということで、はい。で、X 軸方向 Y 軸方向の平行移動はこうなんですけども、よく問題で X 軸方向にプラス3、 Y 軸方向にマイナス2とかって両方やれって言われたら、これやってからこれやればいいんですよね。単純です。だから両方やればいいんですよ。ただそれだけです。てな感じで、グラフの変形3を終わりということで、3つの、ね、変形をやってきたんで、これでね、元となるグラフが与えられたときに、こう、さまざまな変換を、こう、日本語で言われたときに、具体的に式はどう変わるのかっていうのをマスターしてきました。まあ、この3つがね、押さえられてたら、この三角関数のグラフを書く上でも、もうほぼ全ての動作ができるので、まあ、次回から実際に、そしたらサインについてね、サインの複雑な場合を見ていきたいなと思います。はい。そしたら、第7回の授業はこれで終わるので、お疲れ様でした。ありがとうございます。